おすすめのドリブル練習法ということで動画を見ていただいてありがとうございます。三原学です。今日もバスケの大学やっていきましょう。今日はおすすめのドリブル練習法ということで、どちらかというと初心者向け、ミニバスとか中学生向けの内容であるということを前提にご覧ください。3つおすすめのドリブル練習、用意しました。1つ目サークルのドリブル鬼ごっこ、2つ目が30秒1対1、3つ目が1対2のゲームということで、どれも楽しく、ドリブルの基礎練習になること間違いなしの練習ですので、ぜひ、持って帰ってね、自分のチームでやってみてください。まず1つ目のサークルドリブル鬼ごっこですけれども、サークルというのはこのセンターサークルですね。ここのところに向かい合っていただいて、まあ最初はグーじゃんけんポンでね、どちらかが鬼を決めます。両方ともボールを持っているということで、ドリブルで逃げるんですね。赤の子が鬼だったらドリブルで追いかけます。はい、そして、青の子が逃げると。でずっとぐるぐる回っててもいいですけど、折り返したら今度青の子も折り返すって形で、こうね、まあ、まさに鬼ごっこをサークルの上でやるわけですね。でこの練習をやると何がいいかっていうとですね、この右をこう行くときは右手がドリブルを外側が行きますよね。こういうドリブルは外側の手でドリブルをつくのが自然に右手、そしてこっち側に回るときは左手が身につくということで、とにかくこういうふうにやりなさいって言わなくても、自然と遊びの中で右側に行くときは右手、左側に行くときは左手っていう、このドリブルが自然と身につくので、初心者の子には大変おすすめの練習法になります。またですね、こうぐる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 、回っていくことで、少しこう体がドリブルしながらこう傾くようなね、NBA のロゴマークみたいな感じでちょっとこう傾くような感じになるんですね。でそれが非常にバスケットボールの試合で使うドリブルの形っていうか、1対1でドライブインをするような時の体のこう傾きに似てるので、自然と何もこう指導者が特別な注意を与えなくても、楽しみながらこの鬼ごっこの中で、外側の手、それから体の傾きね、ドリブルを強くつくということが身につく非常にいい練習です。ウォーミングアップなんかにも最適なので、まあ高校生、大学生などの、上のレベルの子たちでもね、こういった形でやっていくといいと思います。まあ列こうドーンと作っていって、でまあデジタイマーとかで、まあ、20秒とか30秒とかでねやっていって、もしこれタッチしたら鬼が交代で、すぐタッチした人は逃げるなんていう風にやるといいと思います。まあやり方としてですね、このセンターサークルだけにするのもいいし、真ん中のセンターラインは通ってもいいよっていう風にやってもいいんですけど、私の経験上ですね、センターライン使うとちょっとドリブルのこの、ぐるぐる回るスピードドリブルの練習が効果が減っちゃう気がするので、この外枠だけ使うことをお勧めします。まあはっきりセンターサークル引かれてるのは真ん中だけですけれども、ここのね、シュートエリアのところのこの昔がね、ここに点々点のこう半円がありましたけど、あのようなイメージでここでサークルドリブルをやっても結構なので、コート 1,2,3 箇所、同時に使えるかなと思いますので、これ一つ目におすすめです。サークルドリブルを2個ぜひやってみてください。で2つ目30秒1対1ということで、これはですね、ハーフコートだけを使って、ドリブル持っているボールを持っているドリブラーはとにかく逃げると、ね、ボールを持っているドリブラーはとにかく逃げると、この時はゴールがどこにあるとかっていうのは一切無視して、シュートもなくとにかくドリブルで逃げれるだけ逃げると。でそれに対してディフェンスがついていくだけついていくというような形をやります。こうするとですね、一番簡単なこう対人技能のディフェンスがこっちにいるから切り返すとかですね、そういう駆け引きの一番単純な、やり方になります。でハーフコート全部ありますので、ドリブラーの方が困るっていうことが、狭くて困るっていうことがほとんどないんですね。だから初級者にも、自由にぐる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 こう逃げてっていいよと。でそれに対してディフェンスはくっついてきなさいということで、非常にこれハードなね、ディフェンスフットワーク練習にもなりますから、とってもおすすめになります。ディフェンダーはとにかくその方向付けとかね、ノーミロールとかそういったことは一旦無視して、とにかく相手のドリブルに対してスライドステップでついていくというようなことだけ考えて、ずーっとこうやってついていくということだけ考えてね、やっていければいいのかなと思いますので、これも単純にいいドリブルの練習、そして、体力トレーニングにもなります。これが30秒1対1です。3つ目、1対2のゲームということで、これは少し上級というか、ハードな練習になりますが、ディフェンスがこう2人いて、オフェンスが真ん中から、これでスタートです。目的はゴールに入れることですね。ドリブルをこうついていくときに、ディフェンスが常にこうダブルチームを行くような感じになります。少し補足説明をすると、ディフェンスのイメージとしては、こちら側のディフェンダーはこのサイドラインを絶対抜かれないように守ると、でこちら側のディフェンダーは真ん中行かれないように守ると、
ね、こっち側だけは絶対ダメと、こっち側だけは絶対ダメというように守ると、これ真ん中しかなくなりますので、もうどちらも抜けないと、で真ん中行ったら寄るっていう風にすると完璧に守れるはずですね。こういう中でドリブルをするということになります。オフェンス側からするとですね、まあ、こちらとこちら2人いるわけですけれども、どっちの方がディフェンスがちょっと弱いかなと、スピードがちょっとないかなっていうことを瞬時に見極めて、弱い方を抜きにかかるなんていう駆け引きも、考えさせるといいと思います。で1対2でこうやっていって 最終的にシュートを入れたら、それでおしまいなんですけれども、まあ、何らかボールを失ってですね、例えばこの子が取ったとしますよね。そしたら今度はここの2人がディフェンスっていう風になって1対2でずっと決着つくまでやります。これはもうドリブルがすごく上達するばかりでなく、プレスディフェンスの第1戦目の、ね、練習としてもとってもいいので、これもおすすめの練習方法になります。まあ、これは2、30秒、これは30秒でやっていく、30秒でもきつければ20秒でもいいと思いますけど、やっていく、でこれは時間というか決着つくまでやるというような形で、3人1組の、ゲームということになります。はい、でこの3つやるとですね、非常に何がいいかというと、ドリブルの効果ということで、私は左手っていうのは利き手の逆ですね。私は右利きなので、右手に対して左手っていうふうに、言いますけれども、この利き手の逆手をドリブルしながらボールを見ないでつけると、ね、左手でもボールを見ないでドリブルできる、これがもう初級者の人たちが最終的に身につけるゴールだと思います。逆の手でボールを見ないで自由自在につければですね、もうこれはドリブルをマスターしたと言ってもいいと思います。でドリブルに対して最初のうちはこのボールに対してですね、ボールにこう手元にどうしてもこう注意がいくんですね。このドリブルしてる ここのボールのところがやっぱ気になるんで、手元に注意がいくんで、この周りに視界がいかないんですよね。でこれが習慣化ということで、こういう練習をどんどんやってドリブルをついて、しかも右手だけじゃなくて逆の手の左手でもつけて、このボールをつきながら顔がこう他のところに行く、うん、私たちも何か慣れてる作業って何かしながら他のことできますよね。毎日やってる歯磨きだとかスマートフォンを操作するとかっていうことは、それだけに集中しなくても、まあね、いいか悪いかは別にして歩きながらスマホもできたりするじゃないですか。それっていうのはスマホの操作そのものが習慣になってるからですよね。はい、なのでドリブルそのものをたくさんやることによって習慣化をすることで手元に注意が必要なくなると、今すなわち余裕が出てくるので、バスケットボールの駆け引きに意識が集中できるというところが練習の目的だと思います。でこれは、最後はですね、あまり、教科書とかには書かれてないんですが、私の実体験でですね、右利きの子は左手ばっかり練習をさせてください。こういう中で当然右手左手両方使うんですけど、なるべく左手を多くやると、左手ばっかり練習しておくと大して練習してない右手が上手くなるということが起きるんですね。はい、ここ大事なんでもう一回言いますけど、右利きの子が左手ばっかり逆手ばっかり練習すると、大して練習してないはずの右手もなぜか上手くなるってことが起きます。でこの逆はありません。右手ばっかり練習していて左手も自然に上手くなるってことはないです。だけれども利き手の逆を練習してると、なぜか利き手の方が自然と上手くなってるってことは私は、よく体験してるので、ぜひですね、こういったドリルをやりながら意識的に左手たくさん使おうねということを教えてあげると、左をやると右も、大して練習してないはずの右もですね、自然に上手くなるということもありますので、ぜひこの辺も押さえてやってみてください。はい、ということで、今日の動画も見ていただいてありがとうございました。このチャンネルでは、バスケットボールの指導者の方のお役に立てればという思いで、動画を配信しています。今日の放送がちょっとでも面白かったな、興味が持てたという方は、ぜひいいねのボタン、チャンネル登録をして、応援してくださると嬉しいです。また、質問や、この動画で取り上げてほしい、ね、内容とかリクエストありましたらコメント欄にてお待ちしています。最後にお知らせを2つさせてください。1つ目は無料のメルマガ講座ですね。下の説明欄にメルマガのフォームがあります。メルマガ登録していただきますと、最初の1つ目で YouTube では公開してない限定の動画をプレゼントしています。その後は私からあなたにいろんなコーチングのアドバイスをメールでお届けします。完全無料でやってますので、ぜひメルマガも登録してください。それからラジオ、ボイシーの方でラジオ毎日更新してます。そちらの方もぜひお聞きいただければ嬉しく思いますので、よろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。